常識を覆す健康に関する雑学。牛乳は健康に良いと広く信じられているが、実は多くの日本人は牛乳を正しく消化できないのだ。これは乳糖不耐症と呼ばれる、牛乳に含まれる乳糖を分解する酵素が少ないために消化不良や腹痛、下痢などを引き起こすのである。健康のための毎日の牛乳摂取がむしろ体調不良の要因になりうるのだ。ストレス解消に甘いものを食べる習慣は逆効果である。一時的な気分の改善と引き換えに体に悪影響を及ぼすのだ。甘いものを摂取すると血糖値が急上昇し、その後急降下する。この急激な変動が体にストレスを与え、逆に不安感が増すことも。さらに過剰な糖分摂取は体内の炎症を引き起こし、長期的にはストレス耐性を低下させる要因になりうるのだ。減塩が推奨されているが、ミネラル豊富な塩は健康に不可欠である。ミネラルは体の機能を正常に保つために重要な役割を果たすのだ。ただし精製塩はミネラルがほとんど含まれないため、天日干しの自然塩を選ぶことが大切だ。なお塩分の過剰摂取は健康リスクを伴うため、適切な塩分摂取とミネラルバランスを保つことが重要である。運動すればするほど健康になるというのは誤りである。60分以上の激しい有酸素運動は活性酸素を増加させ細胞の老化を促進する。そのため若さを保つための運動が逆に老化を促進することもあり得るのだ。健康維持のためならば30分程度の適度な運動が最も効果的である。健康のために摂取しているサプリメントが実は体に悪影響を及ぼすことがある。多くのサプリメントには大量の添加物が含まれているからだ。添加物は体内で異物として扱われ、肝臓で解毒される。そのため過剰摂取は肝臓に負担をかけるリスクがあるのだ。体型を気にするならば、カロリーだけでなく食品の飲用バランスも考慮すべきである。同じカロリーでも飲用バランスの偏りが肥満やむくみの要因になりうるのだ。東洋医学では食品は陰性と陽性に分類され、陰性の食材には野菜や果物、陽性の食材は肉類や魚介類、スパイスなどが含まれる。自然との接触は予想以上に健康に良い影響を与える。一月にわずか5時間自然に触れるだけで健康状態が改善する可能性があるのだ。研究によると、定期的な自然との接触が自律神経系のバランスを整え、ストレス耐性を高めることが報告されている。メンタルヘルスの改善においては、薬やサプリメントに代わる効果的な健康法になりうるだろう。